ここは猫が住む町、キャットストリート。おや、どうやら困っている猫がいるようです。困ったにゃ。どうしたの？僕たち猫の魅力を人間に知ってもらうにはどうしたらいいかにゃ。そうだにゃ。そうだ、ここに人間たちを招待しよう。キャットストリートに人間を？たまにはいいじゃない。それじゃあ人間たちを招待してくるよ。行ってきまーす。Wow.
てください。バカは左右に3本ずつ、こちら側はエールが、反対側をビアンが担当します。それではまずはビアンからいってみましょう。ビアンの赤ジャンプスタート。1本目は買いますか？ありがとうございました。それでは難易度を上げていきましょう。次はこちら、この輪っかを使ってハイジャンプに挑戦です。それではビアとエル集中してハイジャンプ、エル大きい息をバッチリしてきました。さあ元気いっぱいに木の出番はこれで終了です。最後はかわいく決めていきましょう。皆様の前に集合してミアとエール、最後は仲良くハイタッチさせてきました。頑張ったのはミアとエールでした。バイバーイ。さてそれでは次の猫を呼んでみる前に皆様にお願いです。階段には座らないようにお願いいたします。階段に座っているお友達はみんな立ってください。ありがとうございます。次はこちらの道具を使います。これはこんな音のするボタン。猫は前足がとっても器用な動物。今日はこのボタンを使って私の質問に答えてもらいたいと思います。じゃあボタンここに置きましょう。それでは早速チャレンジャーを呼んでみます。みやこ、私の後ろから登場です。やってきたのはミックスの女の子、名前はみやこと言います。それでは行きましょう。みやこ、今日の調子どうですか？バッチリですね。今日絶好調です。ではどんどん行きましょう。みやこ、みやこ、キャットフード好き？キャットフードどう？どっち？ミヤコ。嘘。いつもすぐ食べちゃうんですけど。おかしいな。ミヤコキャットフード好きじゃないの？あ、わかりました。ミヤコちゃん。ミヤコ。わかった。ミヤコちゃん、もしかしてお肉の方が好き？嘘。お肉も好きじゃないの？じゃあこれいやいや食べてるってこと？やだな。じゃあ絶対に丸が出る質問をちょっとしてみたいと思います。みやこ、聞いて、よく聞いて。みやこ、まだまだまだ、よく聞いてよ。みやこ、みやこ、こっち来て。私のことが好きかどうか聞いてみます。みやこ、私のこと好き？みやこちゃん、違うじゃん。みやこ、私のこと好き？違う。わかりました、みやこちゃん。はい、はい、私のこと大好き。はい、できました。さあ、好き嫌いがはっきりしているみやこの出番はこれでおしまいです。皆様、大きな拍手をお願いします。バイバーイ。ちょっと後でよく話し合っておきます。さてさて、どんどん行きましょう。猫というと、動くものを追いかけるのが大好き。狩りの本能を持っています。ということで、次はこちら。このボールを獲物に見立ててハンティングの様子を披露してもらいましょう。ハンティングは一瞬です。見逃さないようにしっかりと見ていてください。それではやってみましょう。ウーロン、やってきたのはベンガル、名前はウーロン。ハンティング大成功できました。捕まえたいものは私のところまで持ってきてくれます。それではもう一度行ってみましょう。今度は跳ねるボール、どうだ。ウーロンのハンティング、足元してね。ハンティング大成功。空中に浮いている獲物ならどうでしょうか。猫の体のバネを使ったハイジャンプを見せてもらいましょう。獲物は上です。プロ、獲物は上です。よく見て、オッケーできました。さあ、素晴らしいハンティングを披露してくれたのはベンガルウーロンでした。さてさて、猫というともう一つ優れたバランス感覚を持っていることでも知られています。
ということで次はこちら、小さな丸太。この丸太を4つの足で乗りこなしてもらいたいと思います。丸太乗りに挑戦。じゃあこの丸太こっちに置きますね。カメラの準備よろしいですか。さて、この丸太乗りに挑戦する猫、自分の出番が楽しみでステージのどこかで待っていたようです。皆さんどこかで猫を見てませんか。あの猫寝てるだけです。違います。ほら探して、足音が近づいてきました。見てました。ステージ中央の穴から登場、やってきたのはラパーマ。名前はラパと言います。それではラパが今日はかっこいい丸太乗りを披露してくれるようです。それでは行ってみましょう。まずはこっちまで来て、この肉球ステージを追いかけて乗って、はい乗って、はい乗って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 、ほら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 、どうですか皆さん、ほらご覧ください、素晴らしいバランス感覚。さあ乗って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 、今日真剣な表情、かっこいいよ。ラパーここまで来たところで合流できました。何かおかしかったですか。なんで笑ってるんですか。わかりました、もう一回行きましょう。なんだか笑われている気がしたので、今度こっちです。それでは、しかもね、2回も見れるなんてラッキーですよ。それでは行ってみましょう。乗って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 、もう一回、はい乗って、はい乗って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 、どうですか、ほらほらほら、何回見ても2本足です。後ろ足と思ってる、乗って、いや転がして転がして、ここまで来たところで丸太取りならぬ丸太転がしでした。いやー、なんということでしょう、全然バランス関係ありませんでした。失礼しました。じゃあこの丸太片付けちゃいましょう。さすがにこれだと小さすぎたみたいですね。もう少し大きいものを用意したいと思います。ということで次はこちら、大きなボール、これなら乗りこなすことができるはずです。じゃあここにセットしますよ。帰っちゃいました。もう一回呼び戻したいと思います。皆様あの穴にご注目、呼んでみますよ。ラパー、きっと来ます。グレーの小さな猫、よく見ててください。ほら足音が近づいてきてますよ。来ました、大きくなってます。やってきたのはエキゾチック6夜の夏目くん。今日はラパの代わりに夏目くんが玉乗りに挑戦してくれるようです。さあそれでは夏目くん、気合を入れていきますよ。それでは行ってみましょう。一度しかやりません、よく見ていてください。夏目くん、こっち来て、そうこっち来て、まずはこの肉球石を追いかけて、夏目くんこっちで、そう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 、それでは行ってみましょう。肉球石を追いかけて、このボールに乗ってみて、夏目乗ってみて、それでは行きましょう。夏目の玉乗りスタート。乗って、惜しい、乗って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 、ほらほらほら、どうですか皆さん、ご覧ください、ここまで来たところで見事な夏目の玉乗りでした。いや、素晴らしいバランス感覚を披露してくれました。エキゾチックランフェアの夏目くんでした。皆様大きな拍手をお願いします。このボールも片付けちゃいましたね。実はここキャットストリートには夏目くんよりももっとバランス感覚の優れた猫がいるんです。ということで次はこちら、中央にある長い綱、次の猫は綱渡りに挑戦です。早速チャレンジャーが樽の中からやってきます。やってきたのはロシアンブルー、名前は若葉と言います。それでは若葉ちゃん、まずは階段を登っていきましょう。慎重に上まで上がっていきます。皆様若葉に手は出さず、静かに見守ってあげてください。さあ若葉ちゃん、ゆっくりゆっくりと階段を登っていきます。ガッセン階段もしなやかな体つきで一番上まで上がります。それでは若葉の準備が整ったらスタートです。綱がグラグラと揺れています。若葉気をつけて、ご覧ください、この真剣な表情、尻尾を使って器用にバランスをとっています。
端まで行ったら大きな拍手をお願いします。端まで行ってゴールしてきました。いや素晴らしいですね。若葉ちゃん、今日はゴール台からスタート台まで戻ってくれるようです。皆さん往復するときは私と一緒に手拍子で応援しましょう。お肉を食べてしっかりと力をつけたら若葉ちゃんスタートです。せーの、がんばれがんばれ若葉、がんばれがんばれ若葉、あと少し頑張って最後まで慎重に気をつけて、がんばれがんばれ若葉、がんばれがんばれ若葉、あと最後までゴールできました。バランス感覚を披露してくれたのはロシアンブルーの若葉ちゃんです。皆様若葉にもう一度大きな拍手をお願いします。やってきた樽の中へと帰ってもらいます。バイバーイ。さてここまで様々な猫の身体能力の高さをご覧いただきました。次が最後の種目です。最後は猫らしいマイペースな姿を見てお別れしましょう。一番前のお席、お膝の上をお散歩しに行きます。皆様お膝の準備をお願いいたします。お庭へ刺さるとは次のお散歩先へと向かっていきます。皆様手を振ってお別れしましょう。サルトバイバーイ。様々な猫の魅力をご覧いただきました。このザ・キャッツ、皆さんはいかがでしたか？楽しかった人は拍手をお願いします。ありがとうございます。今日ここで楽しんでいただいた皆様がお家にいる猫のことだけでなく、まだパートナーのいない猫のことまで少し考えていただけると、私たちも猫たちもとっても嬉しく思います。最後クズ玉が登場。このクズ玉はこちらの猫にあげてもらいましょう。やってきたのはアメリカンショートヘア、名前はひまわりと言います。それではひまわり見てみましょう。まずはこっちの紐を引っ張って、うん、待って、もうちょっと、もうちょっと、 OK できました。なんて書いてあるんでしょうか？またにゃーということで、皆さんまたにゃー。今日は楽しかったにゃー。猫の気まぐれな一面だって魅力たっぷりに伝えることができたに違いない。何がこんな風に人間たちを紹介するのもいいかもしれないね。キャットストリートの世界はいかがでしたか？以上でキャットストリートは終了です。またいつか皆さんのところへ紹介動画